はい、こんにちは、豆と申します。今回はこちら菊川家の裏事情を実況させていただきたいと思います。以前実況させていただいた延命病棟の作者様ミサ様のゲームになりますね。ということで延命病棟でも出てきた嵐くんとかセイラちゃんとかの家族の物語みたいですね。ということでゲームスタートやっていきたいと思います。音量は多分調整してきたから大丈夫と思うけど、一回撮ってまた次パートで調整していきたいと思います。本ゲームは本編の延命病棟を未プレイだと内容が理解できない場合があります。延命病棟をクリアされた後にこちらをプレイされることを強く推奨します。暴力や死亡シーン、グロテスクな表現、また精神的不安を煽る内容が多数含まれています。この物語はフィクションです。ということでやっていきましょう。エンターキーまたは、スペースキー長押しでスキップ可能。あ、なるほど。F キーで超高速スキップ。了解です。音量の調整が、OK です。セーブ使用量を挟むロードをたどる。了解です。雨。俺は自宅からかけ離れた森の中で一人雨に打たれていた。周りには人の、姿はない。当然だ。ここは森の奥、その上こんな雷雨の悪天候、人がいる方が不思議だ。俺はなぜこんなところに一人でいるのか。それは家にいるのが苦痛だったから。俺はまたこうやって家を抜け出し、一人で行くあてもなく、ただ人気のない場所へと足を運んでいた。なぜ家にいるのが苦痛かって、そんなの答えは簡単だ。俺は愛されていないんだ。そう、母親にも父親にも俺は家族の愛がわからない。延命病棟より前の話になるみたいですね、これは。なので延命病棟ではね、仲良さそうなね、お母さんと嵐くんだったのですが、どんなお話になっているのでしょうか。これは涙を流し続ける子供の物語。9年前。今の家出から9年前でいいのかな。8月13日、猛暑日。やった、元気な男の子ですよ。えつみ、よかった。おめでとうございます。俺はこの家に第一子として生まれた。眩しい、初めての世界。俺はただ母親に抱かれ、元気に産声を上げていた。この子、名前は決めているんですか。助産師がえつみに笑顔で問う。ええ、もう名前は二人で決めていたんですよ。お腹にいるのが男の子だって分かった時から。そうなんですか。何くんなんですか。するとえつみはとても愛おしそうに我が子を抱いて、少し悲しげな表情でこう語った。私はこの子には強い子になってほしいんです。私は子供の頃から内気で、友達も少なくていつも泣いていました。小学校の時のクラスの全員、小学校の時はクラスの全員にいじめられたこともありました。だけどこうやって素敵な旦那様に巡り会えて、いざ子供を授かったと分かった時に思ったんです。この子には自分と違う明るい人生を、送ってほしいって。人生にどんな強風が吹き荒れても、負けないで
強い意志を持って根性で未来を突き進んでいってほしい。この子の名前は嵐です。嵐くんですか。素敵な名前ですね。ありがとうございます。この日は逸見にとってとても喜ばしく幸せな一日となった。ねえねえ、あなた。ん？嵐のためにここのお部屋、可愛くしないとね。そうだな、まずは何がいいかな。いろいろ想像が膨らんで、何から手をつけたらいいかわからないな。本当に。はあ、幸せだな。ずっと夢に見ていた光景。我が子というものがこんなに愛おしくて、可愛いものだなんて。もうずっと、優しく抱いていてあげたいくらい。私はこれ以上ない幸福を感じ、夏を満喫して過ごしていた。はあ、こういう幸せな日々、いつか訪れるでしょうか。菊川家の裏事情。ここからどう崩れていくんでしょうね。すごい幸せみたいな。あなた、あなた。えつみの大きな声が部屋に響く。そのあまりにも大きな声に驚いて、俺は一体何事かと不安になり、急いでリビングへと向かった。えつみ、どうした？嵐が、喋ったか？嵐がどうした？ハイハイしてるわ。かわいいですよね、赤ちゃんのハイハイ。何？ハイハイだと。俺はリビングのソファーで視界を、遮断されていたため、我が息子の、様子がよく見えなかった。俺はえつみの元に駆け寄って息を呑んだ。本当だ。あなた、えつみ、俺たちは嵐のそんな、そのなんとも可愛らしい姿をただ眺める、まるで子供のようにはしゃいだ。ちょっと待ってくださいね。よし、失礼いたしました。わあ、嵐、すごい上手よ。えつみなんかもう拍手までして、もうほんと噛んでごめんなさい。拍手をして今まで見たこともないくらいの明るくて眩しい笑顔を浮かべて喜んでいた。家族が増えるということはこんなにも素晴らしいことなんだと、俺も大変感動していた。嵐はきっと運動神経がいいんだわ。ねえあなた、嵐は将来スポーツ選手になってる。スポーツ選手って意外と言いにくいですよね。選手になったりして、いやー親バカになりますよね。それは気が早すぎるんじゃないか。そうかしらね。俺もえつみに感化されて自然と笑みをこぼす。いやでも運動ができる子に育ってほしいですね。あうーかわいい。嵐が私の元に近寄ってきて、足をペチペチと叩く。私は我慢できず思わず大きな声を張り上げた。あーもうなんてかわいいの。天使かしら。もう本当ですよね。エンジェルだわ。その温かくて、小さくて柔らかい息子の手が愛おしく、私は嵐をそっと抱き上げ、頬と頬を重ねた。耳元で、ささやく我が子の声。ああかわいいな。その時私の方に一筋の涙が流れた。生まれてきてありがとう嵐。どんな喜びを感じるんだろう我が子って。いやでも人の子供でもすごい可愛いと思うからな。それからというもの、俺は毎日笑い元気にすくすくと成長していった。こっからは嵐くん視点かな。たくさん遊んだ。母は俺をいろんな場所に連れて行ってくれた。遊園地、水族館、キャンプ、海。母に抱かれ一歩外に出れば目に映る全てのものが真新しく、そしてその世界はとても眩しく美しい。俺が中でも特に好きだったのがお花畑。いろいろな、様々な色や形があって、そしてそれぞれみんな美しい。母は花のことに大変詳しく、いつも俺に花言葉を教えてくれた。ママ、これは？それは菜の花よ、嵐。花言葉は元気、小さな幸せ、競争。競争？競争だよ。人と人が何かを
何かを目的に競い合うんだよ。嵐もいずれは誰かライバルが見つかってその人と競争することになるかもね。俺は、母の言っている意味がよくわからなかったものの、目の前にある花、菜の花の美しさにただ心を打たれていた。競争。鼻に優しく触れ口を開く。競争だよ、競争じゃないよ。今になって考えると俺はこれが ずっと毎日続くんだと思っていた。母に抱かれ一緒にご飯を食べて夜は一緒に寝て、それが当たり前で特に何も考えずに毎日を過ごしていた。俺はこの世界が好きだった。広く美しいこの世界が、ずっと綺麗なままで変わらない世界が、争いのない平穏な幸せが溢れる世界が。だって俺は嵐としてこの家に生まれてきたことが幸せだと思っていたから。なんでプロローグのようになるのかすごく気になってきますね。幸せ一色なのに。俺は森の中で幼少期のことを思い出し涙を流していた。これが現在に戻ったんですね。俺は父親の顔を知らない。知らないというよりかは、正しく言えば記憶にないの。どっちなんだろう、出て行ったのか亡くなったのか。なぜなら俺の父親は俺が生まれてからすぐに単身赴任で家を出たんだと後に母さんから聞いたのだ。この当たり前の幸福がずっと続いてほしい。それは当時の俺の浅はかな願いだった。世界は決して美しいままではなかった。俺は知るべきではない世界を知ってしまった。その先に待ち受けていた世界はとても暗く悲しいものだった。幼少期の幸福が消滅してしまった今、俺にもう笑顔はない。笑うことを忘れてしまった。いつの日からかこぼれるのは笑顔ではなく涙に変わった。そう、あの日から俺は幸福の世界から不幸の世界へと足を踏み入れてしまったのだ。俺が3歳の時、これは俺が後に母に聞かされた話だ。ある時、母は単身赴任中の父と電話を通して何やら大喧嘩をしていた。なんで？どういうことなの？母が手で口を押さえ青ざめる。どうしてそういうことになったの？説明してちょうだい。悪いな、もう決めたことだから。嵐を頼んだぞ。電話が悲しげに切れる。母はただその場に膝をつき涙を流していた。ママ。当時の俺は訳もわからずただ泣き崩れる母をじっと見つめていた。嵐。俺は涙を流す母にぎゅっと抱きしめられる。母は俺を抱きただ泣き続けていた。ママ。どうして。私これからどうすればいいの。嵐だってまだこんなに小さいというのに。俺の父は単身赴任中に浮気をしていた。ありますよね、本当に。ありえないことに父の浮気相手の女性のお腹にはもうすでに一人の、生命が宿っていたらしい。俺の父は母と別れその浮気相手の女性と共に暮らすことを連絡してきた。嵐、私何がいけなかったのかしら。まだ3歳だった俺には母が何を言っているか、なぜ泣いているのかさっぱり理解ができなかった。嵐、ごめんね。なぜ謝っているの、ママ。父と母が離婚してしまい、俺は名前が母の旧姓になった。これで俺は2つの名をはしごしたことになる。
母と二人だけの生活はずっとしてきたことだし、父のいない家は日常的なことで俺にとっては何も変化はなかった。だけど母が全く笑わなくなってしまった。俺の横で毎晩静かに涙を流しているのだ。俺はどうしようもできず、ただ母の頭をポンポンと叩いていた。それがもう1年ほど続き、母はだんだんと体が痩せていって、まだ若いというのに顔色もとても悪い状態が続いていた。精神的ストレスを発散できていないのだ。俺はどうしたら母を元気づけられるか。こういう状態にもかかわらず、母は毎日俺を大切に育ててくれた。ただ以前のようにどこかへ遊びに出かけることはめっきりなくなってしまった。だけどその3年後、母にある転機が訪れた。父のことを忘れさせてくれる相手ができたのだ。母は心の傷を埋めたいがままに、その男性と結婚したいといつも言っていた。その頃の俺は7歳、まだまだ子供だ。しかしその男性には一つ問題があって、母と同じ過去に離婚を経験しているのだ。そして一人の娘がいるらしい。年齢は俺より4歳年上。そう、これが俺にとってかけがえのない存在の姉ができるきっかけとなったのだ。どうしよう、区切りがいいので一旦ここですいません、終わっときます。ということで、ご視聴ありがとうございました。では次回もまたよろしくお願いいたします。ダーバイチー。